の世界に行って、もっとたくさんの面白いものや美し、初めまして、弥生よ。会えて嬉しいわ。稽古が終わったら一緒に火鍋を食べに行かない？したっていう具体的なことは忘れてしまっても、その辺境の山の狂人の噂、私のことなのね。なんだか騒ぎになっているみたい。私たちの旅を続けましょう。あなたがそばに。味わってみなさい。